レオシロタは、ウクライナ出身のユダヤ系ピアニスト、ベアテシロタゴードンの父親、本名レイブ、グリゴロービチシロタ。5歳でピアノを始め、9歳までに演奏活動を行って、イグナツイ、ヤンパデレフスキの注目を浴び、自分の門人になるようにと招かれた。しかしながら両親が、息子は幼すぎるために、それにふさわしくないと判断したため、当初は、 キエフ音楽院に、その後は、ペテルブルク音楽院に学んだ。1904年になると、ウィーンに留学して、フェルッチョブゾーニに支持することができた。指揮者、ヤシャホーレンシュタインのコレペキトールを務めたことが縁となり、その妹と結婚した。ウィーンでのデビューは、モーツァルトによる二大ピアノのためのソナタに始まり、ブゾーニのピアノ競争曲が続いた後、リストの ドン・ジョバンに幻想曲で締めくくられた。1923年10月25日、ウィーンで娘のベアテが生まれる。モスクワでのツアー中に、レオ・シロタは満州政府から招待状を受け取る。ハルビンでの公演では、当時日本を代表する作曲家の山田耕作から、すぐに東京でピアノを演奏するように揺れる。このように、百二十八年にレオ・シロタは、 最初に来日した。娘、ベアテ・ゴードンは言う、モスクワのツアーの後に、父が自宅に戻ってきた時、ウィーンの母は、レオ・シロタが一年も家にいなかったので、とても怒っていました。母は、またどこかに行くなら、家族全員を連れて行かなければならないと言った。そして翌年、彼が日本をツアーするだけでなく、帝国アカデミーで6ヶ月間教えるように誘われた時、 それは起こりました。1929年、レオシロタとその家族は日本に定住し、上野東京王立アカデミーのピアノ部門を率いた。予定されていた半年の代わりに、レオシロタは日本に17年間住んだ。1929年に来日してから15年間日本に泊まり、演奏家並びに教育者として活動を続けた。シロタに直接学んだ弟子には、松谷城。 長谷川米子長ヨネコ長井進、豊松る、影山恵子、藤田春子、田中園子、アナトリー・ベデルニコフ、園田隆弘がいる。第二次世界大戦後に渡米して、セントルイスで教弁を取り、地元の放送局の要望に応えて、数々の音源を残した。ベヒシュタインやスタインウェイのピアノの流行に対して、ヤマハのピアノを擁護している。膨大な曲目をレパートリーに誇り、 中でも、ショパンの全作品を放送音源に残した。シロ田の演奏様式は、キラキラと輝く音色と、素朴な、ほとんど潔癖とさえいいウールほどの解釈が、特徴的であり、これらを支えていたのは、驚異的な超絶技巧であった。モーリッツ・ローゼン・タール・バン、子犬のワルツを白田が演奏した際、右手の連続3度のパッセージに、アルトゥール・ルービンシュタインは、愕然としたという。 遺産となった録音は特殊なリマスターが必要だったため、白田のピアニストとしての地位が再評価されるようになったのは、ようやく近年のことである。娘のベアテ白田ゴードンは、戦後 GHQ 民政局の一員として来日し、日本国憲法の人権条項を作成に携わり、女性の権利を明記することに尽力する。その足跡は、ベアテの贈り物として2005年に映画化された。 ありがとうございます。